ウルサン城石垣ウルサン山和城は、現在の大韓民国ウルサン広域市に、慶長の役の際、日本人が築いた日本式の城である。別名は、古式城、または島山城。50メートルほどの山に築かれた山城。頂上に本丸。北側に二の丸と三の丸が廃され、さらにその外側には、草花前が廃された。ウルサン自体は小山ながら、 その外郭の草加前は、かなりの規模を持っていた。浅野家文書に収められている、ウルソンのお城歴史目録によると、本丸、二の丸三の丸の石垣全長が776件2尺、矢倉が大小合わせて12、平が351件2尺、草加前平が1430件に及んだとある。慶長2年11月中旬から、 西西浦和城からさらに北の朝鮮方の影響課内に、加藤清正が縄張りをして、毛利秀元、浅野義長らにより築城が開始される。昼夜問わずの特貫工事で、40日程度で完成目前となっていた。同年12月22日、養子の儀引き入る民と朝鮮の連合軍が6万、近い軍勢で城を包囲した。首相の朝野義長と救援に駆けつけた。 加藤清正は、白紙完成で、牢状準備が整わないままでの防衛戦を、余儀なくされた。城内には、食料が備蓄されておらず、危機的状況に陥ったが、牢状より10日後、毛利秀元、黒田長正らが援軍として到着し、明、朝鮮連合軍を大破した。慶長3年9月にも攻撃を受け再び、撃退したが、豊臣秀吉死去の影響もあり、 同年11月に、加藤清正らは、ウルサン大和城より撤退した。城跡は1963年、大韓民国の史跡第9号に指定されたが、1997年に、指定解除され、代わって、ウルサン広域史文化財資料第7号に指定された。現地は、鶴城公園として整備され、石垣の一部が残されている。ありがとうございます。